この綺麗なお姉さま。俺らと温泉デートに行きませんか。で、もう一度確認すっぞ。選ばれた方のみにお渡ししているこの特別チケットを、お客様どものような方がどうしてお持ちなんですか？もう一度確認するぞ。店先でピーピーわめき散らしてたてめえらのようなお客様どもが、なんで特別チケットを持ってるんですかね。これはもらったんです。もらった？盗んだでも拾ったでもなく。とんでもない。ちゃんと勝手に拝借に譲ってもらったんです。友達のシド君に。そうです、シドのやつが三つ星のお姉様たちをデートに誘うようにって。シド君とはシド影の様のことですね。そうです。俺の親友シド影のです。やはり。ところでお姉さんはひょっとしてシド君とお知り合いで。だったら俺とも今日からお知り合い。うるせえ、黙れ。我々が用意したチケットをこんな形で同級生に託し、ナンバーズを招集する。シド影の様はデートにいらっしゃるのですね。もちろんです。来ますよ。今も心の声でそう言ってます。まさか学園の生徒を使ってこれほど複雑な暗号を送ってくるなんて。シャドウ様の真意は一体どこに。七影の判断を仰ぐしかない。あのお姉さん、それで僕たちとのデートはとても魅力的なお話です。前向きに検討させていただきますので、ガタガタ抜かしてねえで座ってろガキども。